ヨアキムは古い伝承によれば聖母マリアの父、妻はアンナ。ユダ族の出身でダビデ王の家系に属する。聖人数形を行うすべての教派で聖人とされる。ヨアキムはヘブライ五段生命へホヤキムがキリシア語化したもの。聖教会、カトリック教会、聖公会で聖人。なお、ルカによる福音書三章に依拠してヨアキムではなくエリオ。 マリアの父とみなす説も存在する。こちらは、プロテスタントの一部等で、指示されている。新約聖書外典、原ヤコブ福音書によれば、ヨアキムとアナは、新人仏会夫婦であったが、二人には老齢になるまで、子供ができなかった。二人は、毎年エルサレム神殿への参拝を欠かさなかったが、ある年、彼らの子供のないことを残言された祭司が、 子孫を残す神への義務を怠っているとし、別殿では子供がないことを神の怒りの現れであるとして、弱きむの捧げ物を拒否した。弱きむとアンナは深く悲しみ、弱きむは荒野で四十日の断食をして、委託医し子供を授かることを祈るとともに、授かった子供は必ず神に捧げることを誓った。すると天使が弱きむの下に現れて、 彼の祈りが聞き届けられたことを告げ、結果、アンナは老齢であったにもかかわらず解任し、ジョジが生まれた。これがマリアである。マリアが三歳になると、二人は近い通り、マリアを神殿へ入らせ神に仕えさせた。この伝承は、東方教会では早くから受け入れられ、マリアの誕生と神殿への封建はそれぞれ祭典とされた。聖教会では、それぞれ生真珠誕生祭。 生新女神道祭として、キリスト教の十二大祭りのうちの一つである。西法では、当初、上記の伝承は受け入れられなかったが、その後西法でもこれらの伝承に基づく祭りが行われるようになった。また、黄金伝説にも、弱キ無についての伝承が記録されており、後に、トリエント公会議において、聖書外展に取材した伝承の描写が制限されるまでは、 中世を通じて、西ヨーロッパでも好んで描かれた。聖教会での称号は、神の祖父。抗議等とりわけ生体礼儀の集結において、必ず記憶される聖人の一人であり、妻アンナと共に、神の祖父母、ヨアキムとアンナとして記憶されている。またカトリックにおいても、聖人の連邦の場では必ず言及される。ヨアヒム、ホアキン、ジョアシャン、ジョアッキーノ、ヨアキム、 キム・ヒト氏がある。ありがとうございます。